さて、ゆっくりのんびり、下道ドライブで、寄り道しながら110キロぐらいか走ってやってきました。こちらですよ。もうそろそろね、ランチ場所に到着しますよ。やってきたのはこれ栃木県佐野市ですね。そしてこれ見えてきましたね、ラーメン大金さんですよ。さて駐車場は、まだ先客様はいらっしゃいますかね。見た感じ先客様はなしですね。一番到着ですね。まあ、前回もね一番到着でしたけど、チケット発券したら6番でしたけどね。さてここでゆっくり、テスラを止めたいと思います。これ時間は朝の9時45分ぐらいかなだったのかな。まあ寄り道しながらねやってきましたけど、110キロぐらい走ってね、のんびりね下道で、家出たのは朝の6時半だったかな、6時半前かな、ですかね。さてテスラを止めましたよ。それでは、テスラを降りて、チケットを取りに行きたいと思います。ラーメン大金さんです。大人気のお店ですよね。お土産屋さんにもねラーメン大金さんのラーメン販売してますからね。ここを入ると入り口の扉があって、扉の向こうにチケット発券機があるんですね。あ、まだ鍵かかってますね。鍵かかってるのでチケットが発券できないので、とりあえずブラブラしたいと思います。鍵かかってるってことはチケットがまだ発券されてないのかな、それとももしかしたらねもっと早い時間にどなたかいらっしゃってチケットを発券して、その後にまた鍵を閉めた可能性もありますよね。まあでもね、駐車場には一番乗りで入ったんで、まあ、とりあえずねゆっくりのんびり、チケット発券機がね、開くまで、あの扉が開くまでね待ってみたいと思います。駐車場こうぐわーっとね広いんですよね。あの裏にもね第二駐車場があるんですよね。それではテスラに戻って、10時ぐらいになったら、スタッフさんがやってきてくれたんですよね。ということで、10時になってスタッフさんがやってきて、チケット発券できますよ。これですよ、チケットマシンが出てきましたよ。さてこれでね受付やります。受付とこれでね。さて、朝9時45分に到着して、チケット発券しました。何番だったかというとこれ2番だったんですよね。まあ私1番かと思ったんですけど、私より前にもっと早くね、9時半とかにやってきて、チケット発券した方がいらっしゃったみたいですね。で、その後またあの扉の鍵を閉めたみたいですね。ということで、まだね、11時半のオープンまで、90分ぐらいあるのでね、ゆっくりのんびりしたいと思います。でね、ちょうどね、テスラのね、ガラスの内側掃除したかったんで、このね、窓拭くピカでテスラのガラスを拭いたりしながら、あと映画見たりしながらね、11時半のオープンを待ちました。さて時間は11時ですね。あとオープンまで30分ですけどもね、車ねほぼ駐車場満車ですね。あ、そうそう、 e パークのクーポンがあったんですよ。これでドリンク無料チケットもらいました。ありがとうございます。さてあと30分でオープンですが、もうね駐車場満車ですよ。さて11時半にそろそろなりますね。のれんが出ましたね。そして、チケット発券機も奥にしまわれて、そろそろオープンですね。まあ、2番ですからね、1番の方が入って私が2番手で入店してます。大金さんね、スタッフさんみんな元気がいいんですよね。明るい声でいらっしゃいませって言っていただいて、とても気持ちよかったですね。さてテーブル着いたらメニュータイムですね。メニューは壁にあるんですよ。これですね、これラーメン、これね690円なんですよ。安いですよね。で餃子は3個入りと5個入りがあるんですね。あとは、ラーメン大盛り、あとチャーシュー麺とチャーシュー麺大盛りがあります。もう店内にはね続々とお客さんが入って、スタッフさんのね明るい声でいらっしゃいませがね店内に響いてますね。さてそんな中、餃子のセッティングですね。私はスラー油胡椒ですね。家族は普通に醤油とライト酢ですね。あ、そうそう、この醤油のボトル、これなんか懐かしいというか、これワンプッシュするとワンプッシュの量が出る醤油、これなんか懐かしいですよね。さてそんな中やってきました、これがラーメン大金さんのラーメンですよ。佐野ラーメン、もういい香りですね。鶏ガラのいい香り、なんだろう、若干香ばしさもありますね。ネギの香りもポワーンときますね。いや、いい香り、美味しそうですね。家族もラーメンをオーダーしてました。それではこの大金さんの佐野ラーメンいただきます。いい香り、ほんといい香り。まずはスープから、これ
もうほとんど油浮いてないんですよね。この琥珀色のスープがコク抜群なんですよ。鶏ガラのコクがね、ビンビンですね。なんだろう、チーユの香りもしますね。うん。で、若干の醤油が入って色がね、琥珀色になってるんですけど、これが美味しいスープですよ。そしてこれがね、ピロピロ麺ですよ。佐野ラーメン独特のね、太さバラバラのこのピロピロ麺、これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もうね、口の中でね、リズミカルに食感が変化するんですよね。太い麺があったり、細い麺があったり、柔らかいところがあったり、太いところはちょっと硬いコシがあったりね、これが口の中でね、あ、今餃子来ましたね。口の中でめちゃくちゃリズミカルなんですよ。スープと相まって、これ本当美味しいですね。いやもうね、これね、ゆっくり気をつけて食べないと、あまりに美味しすぎて、あっという間になくなっちゃうんで、本当ね、ゆっくり味わっていただきたいと思います。そしてこの餃子ですよ。佐野ラーメンのこの佐野の餃子、これちょっとジャンボなんですよ。大きいですよね。通常の、まあ、なんだろう、チェーン店の餃子に比べて2倍ぐらいありますかね。で、中はね、これ野菜がたっぷりですよ。で、ニンニクの香りがポワーンと香って、これが美味しいんですよね。気持ち甘めなんですよ。野菜の甘さが出て、そこにスライコショウが抜群ですね。これはもうまさにね、食べる熱々の野菜サラダ、チョップドサラダみたいな感じですよ。ほんと野菜サラダ風ですよ、これ。熱々だけど、これ美味しいですね。やっぱりこの佐野ラーメンはラーメンも美味しいけど、餃子美味しいですね。大金さんの餃子は特にね、野菜がたっぷり入ってるんで、もうね、サラダ感覚でこれね、食べれるんですよね。この野菜の量ですよ。これ熱々、本当美味しいですよ。あのね、この、餃子が食べたいってことで、家族からリクエストがあって、ここまでやってきたんですけど、まあそのリクエストするのもわかる、この餃子、とっても美味しいですね。本当美味しいです。この餃子が止まらないですね。熱々なんでね、この熱々のうちに、本当熱いですよ。中の野菜も熱々、そしてね、気持ち甘めなんですよ。もうサラダのような餃子。もうこれはね、もう止まらない美味しさですね。ほんと美味しいですよ。あと5個追加しようかなって迷ってるぐらい美味しいですね。さて、餃子を食べつつ、ラーメンも美味しいんですよね。このスープですよ。ネギが加わってね、より香ばしくなって、スパイシーな香り。あ、いいですね。ネギの香りスパイシーですね。美味しい。そしてこのピロピロ麺ですね。このピロピロ麺も本当美味しいんですよ。もうね、あっという間になくなっちゃうんで、もうね、味わっていただいてます。さて、ナルトをつまみながら、そろそろね、この、沈めておいたチャーシューですね。これバラ巻きチャーシューですね。バラの巻きチャーシュー。これがね、むぎゅっとして口の中にね、チャーシューの旨み、脂身がじわーっとなって、そこにこのスープですよ、スープ。このスープを入れて、ちょっとね、コクのあるスープにね、口の中で変化させて、もうめちゃくちゃ美味しいですね、これは。やばいですね。さて、ラーメン食べ終わったんで、餃子もう5個追加しました。追加、これです。熱々のがやってきましたよ。これで家族と餃子を分けていただきたいと思います。この餃子の野菜の量ですよ、これ。もうパンパンに入ってるんですよ、これ。もうね、8切れんばかりの野菜の量。これがね、熱々で、もう本当ね、食べる野菜サラダですね。これですよ、この野菜の量。いや、本当美味しいですね。うん、家族がリクエストするのも分かる、とっても美味しい餃子です。この野菜の量ですね。ラーメン大金さんはもちろんね、ラーメンもとっても美味しいですけど、この餃子もめちゃくちゃ美味しいんですよ。もしかしたらこの餃子目当てで来てらっしゃる方もいるかもしれないですね。それぐらい美味しい餃子です。ということで、ラーメン大金さんのラーメンと餃子めちゃくちゃ美味しかったですね。そうそう、レジではね、このラーメン大金さんのラーメン、お土産ラーメン販売してるんですよ。道の駅とかね、高速のパーキングでも販売してますよね。それだけ人気のあるラーメンなんですね。でゆっくりのんびりドライブで、往復270キロぐらい走りましたけど、走る価値のある、食べに行く価値のある、とても美味しいラーメンと餃子でした。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。